アメリカの高校で銃撃事件があり、男性1人が死亡し、少なくとも警察官1人が怪我をしました。12日午後3時ごろ、アメリカ南部のテネシー州で、高校に銃を持った男がいると通報がありました。この事件で男性1人が死亡したほか、現場に駆けつけた警察官も撃たれて怪我をしています。この警察官は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。警察はこの他に怪我人などはいないとしています。現場で男が1人拘束されたという情報がありますが、まだ詳細は分かっていません。